お疲れ様です。山田ジャックです。始まりました。山田ジャックのお疲れりよーということでね。この1時間はあなたのお耳をジャックする。はい。えーね。暑いですね。暑いんだか暑くないんだか。僕もまだ今日は半袖ではさすがにないんですけど、街をね、ウーバーイーツ中に街を見渡せば、半袖の ねえ、若者結構いますね。うん、おっさんも半袖の人よ読みましたしね。僕はバイクに乗ってるから、やっぱりちょっと羽織ってないとまだちょっと寒いんかな。うん、パーカーは着てますけども。いやー、今日ね、ほんで、あの、さっきのサンセットアワーでね、また、例のごとく、俳句のコーナーで僕、まあ、出させていただいて、ねなんやろうな、もうこの、 あの今日もね、ちょっと自分でね、そうそう、いつも堀さんとのラジオでもね、おっ,おっさんが、おっさんがとかねあのおお、自分らもおっさんになったっていうのの戒めもありつつ、えー、街で見かけるおっさんとかをね、見てはおもろいな、言うてそれをネタ、それをネタにしてね、ラジオやってるんですけども。 あのー、まあ、おっさんがな、おっさんがな、だなんかちょっとね、か、か、悲しい、悲しくもなってきて、なんか、なんか、そ,その、ええー、ちょっとユーモラスも込めた話がないかな、言い方ないかな、思ってたらね、おじるっていうね、あの、おじさん、おじいさん、 お,おじいみたいな、ね。まあ、いろんな意味を込めて、ちょっとおじってきたなとか、今のおじったなみたいな感じでね、おじるっていうキーワードを僕は見つけ出して、で、それを、うん、あ、おじるって言ったらなんかちょっと柔らぐか,かなと思ってね、ちょっと時々使おうかなと思ってたんですよ。んで、もうお、おじってるなって自分が思ったんがね、おじさんって結構なんか、 やっぱりね、テレビ、だんだんテレビ見なくなるって言ったらおかしいけど、バラエティ見なくなるでしょう、あんまりね。僕がそうなんですけど、バラエティ見ひんようになったらね、やっぱりニュース、僕あんまりこういうトーク番組で政治とかは語らないんですけど、自分が見る分には好きでね、政治系のニュースとか、 そういうのを、あの、ネットのニュースで見たりとかしてるんですよね。うんだから、キーワードでね、その、なんていうかな、そういう政治用語というかね、そういうのが頭に残るんですね。うん。で、<laughs> たまたま今日さっきサンセットアワー出た時に、僕が今日さっきも言いましたけど、パーカーを羽織ってるんですけども、 あの、これはね、時計仕掛けのオレンジという、えー、映画のね、僕が好きな映画の、うんえーえー、ね、それをコラボした、うん、あの、パーカーなんで、もう目に入るような、バシーとしたオレンジ色のパーカーなんですよね。うん、で、それを僕が着てたもんやから、 えー、さっきのサンセットのね、大ちゃん、タカちゃんが、うわーっとタカちゃんが、め今日はしいなー、ジャックみたいな感じで、えー、オレンジが目、目が痛い的な感じでこう、ギャグを言ってくれ、ユーモーラスに言ってくれたんですね。だから、あのね <laughs> 僕もほんまに政治ニュース見てるおじさん、おじってますから、普段はだからそうあの そうなんですよ。賛成党です、言うてね。あの、あんまりラジオでそういう政党のことを言うてボケたりしたらあんまり良くないじゃないですか <laughs> さ。ついついね、賛成党です、言うてね。そんな、えーギャ、ギャグを言ってしまってね。<laughs> あなたね、って言って。あの、で、うま,ううまいことタカちゃんが、あっ。 サンセットってことやねみたいな感じで、サンセットアワーいう番組やからね。サンセットのように眩しいのねって言ってね、あ、たかちゃんうまいなぁと思ってね。えー、うん。それで終わらしてたらええのにね、いや、サンセ成党ですってまたなんか僕、2回目言ったような気がするからね、あ、ちょっとあかんなぁと思ってね。うん。あ、これはあの、サンセ成党という、 別に僕がすごく支持してるわけじゃないですよ、そこの政党の、えー、党のカラーがオレンジっていうね、そういうのを、えー、があってね、ちょっとこう、マニアックなおじさんには伝わったらええなと思って、ちょっとこう、言わせてもらったんですけど、うん、でそんなんかね、ついつい余計なボケを言っちゃいますね、うん。えー、おじってしまったんですね。 この前もね、あのま、最近、俺、おじったなと思うのがね、あのだから、じ,じるとおじるみたいなね、そんなニュアンスもあるんですけどね、えー、この前ねよ、よく行くバーがあってね、まあ、そこは僕はお酒飲めないんで、えー、アイスコーヒーを飲むんですか、ちゃんとね、カフェとしてもね、えー、全然来てくださいね、利用してくださいねっていうお店なんで、行きやすいんですよね。 ガガチガチのバーと違ってねで僕はそこでアイスコーヒーを飲むんですけども。で、たまたま僕がそこにおったんで、えー、そこのね、えー、カフェバーの友達で、僕よりだいぶ先輩のね、えー、今年70歳になるって言うてたかな、川島さんっていうおっちゃん、おじいちゃんがおるんですけども、その人が前をふーって自転車で通りかかって、僕と顔が、 目が覆ったからわざわざ入ってきてくれて山田はんみたいな感じで,であれおっさんとかって絶対最初になんか一言目に「最近しんどうてなーて言うて、えー、そっから入りますね会話が、うんうん、でまあ,あそうですか大丈夫ですか川島さん言うてで俺の横に座ってで、まあ、川島さんはお酒飲む人やから、えー、何飲みはるんかなー思って。 何にします言うかうーんでまあお酒飲むんかなとかいろいろ思ってたら、まあ、俺がアイスコーヒー飲んでもんやしほんならたまたまね、えー、今入れたてのコーヒーができましたよ入れたてですよっていうのがあの、ね、言わちょうどマスターが言うたんでなその川島さんが「あほなそれお願いしますそれ頼みます」言ってね うん、だから、えー、コーヒー入れたてですよ、うん,んだ、それ頼むわって言うたんですよね。だから普通、そこでね、あグッドタイミングですねとか、いい感じに言うじゃないですか、普通やったら。うん、ちょうどよかったですね、入れたてでって。もうね、俺ね、おじったんですよ。コーヒー入れたてですよ ほんだそれでーって言った瞬間に俺、ちょろいなーって言うてもうたんです。もうあれ、あの一言あかんで、ほんま。もう反省や俺。もうそんなん言ったらあかん。うんもう、おじってるわ、あれ。もう自分で。ああ、もうあかんあかん。あんなん、なんかもう、ねえ、あグッドタイミングですねって言ったらよかった、思ってねあ。そうそうそう。 ねまあ、そんなんがありました。うんね、えー、そうそうほんでサンセットアワーの方でね先ほど、えー、そうそうサンセットアワーはねこういう僕のこのお疲れるようみたいに YouTube とかでアーカイブでは YouTube とかには上がらないんですけども、えー、毎週ねサンセットアワーは再放送がありましてえー 土曜日の毎週土曜日の朝の9時から、えー、ラジオ岸和田さんで再放送してますんでぜひ、えー、ね、えー、そ,のそのタイミングで聴ける方はね、えー、そちらの、えー、再放送をネットのサイマル放送からね、えー、ラジオ岸和田検索していただいて、えー、ラジオを聞くっていうのがありますんでネットから聞いていただけたらなと思っております。 はい、えー、でねそこで575のコーナーああいうね五七五を楽しもう大体こう自分が落ちたなって思う瞬間がその5七五とか俳句とか川柳とかがなんか面白いなってこの若い時なんか若い子とかそんな時なんて575とかさもうそんなどれもいいじゃないですか。 ねえあんまり川柳とか俳句とかあん,なあんまり興味なかったけどほんまにこう自分がおじるおじったな思うのが、えー、そういうのが良くなってきたいいなと思ってきたんですよね。でたまたまそのコーナーがねできましたんでそこで僕もねつたないっていうか、えー、下手くそな五七五をつ、えー、ってるんですけどもはい。<laughs> えー、今日はね、えー、もう単純に五七五という五感を楽しもうと思いましてね「えー、リスナーがダッハの国から来てくれた」っていうね、えー、これは <laughs> 別に何のひねりもないんですけども、えー、先週ね、えー、南海高野戦さんが、ね、この番組の「お疲れるよ」のヘビーリスナーの南海高野戦さんが オランダからねわざわざ、あのー、ラジオ岸和田に見学に来てくれたっていうのがありまして、えー、オランダって「こんにちは」っていうのがダッハっていうんですってね、うん、それで、えー、すごいね、あのー、お土産チーズとかねおいしいク,クッキーをクッキーというかお菓子おいしかったですわありがとうございますチーズもね、あのー、多分やけど高級 ぽいから、ちび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 食べてます。ありがとうございます。で、まあそのね、えーえー、先週の思い出を、うん、振り返って、えー、読みました。あと、で、昨日の22日、5月22日っていうのが、もう,もう僕はね、永遠のマザコンなんでね、まあ、ちょうど母がな亡くなって5年かな、なるんですけども、えー、それが昨日やったんで、 毎、えー、日に母と語らう写真立て」っていうね、えー、これを読ませていただきました <laughs> ねうんまあねあのいつもね、えー、毎回ねあのなんてもうは母うちの母もタバコを吸ってましてねでもう亡くなった5年前に亡くなったんですけど母もタバコを吸っててで えね、もう僕、僕なんてもう永遠に、もう永遠にお金ないじゃないですか。もう、貧乏やから。だからこう、たまたまね、えー、買いに行くのめんどくさいとかね、えー、自分のタバコ切れたらね、おかーん言うて、ちょっと一本ちょうだいとか、こんなんをやってたんですよ、昔からね。一本ちょうだいとかね、しゃあないな、言うてね、もう取っていきとか言うて、そういう会話があったんですけども。えー、ほんまに命日の機能ですよ、 朝、俺がタバコ切らしてたんですよね、えーで。僕はアイコスを吸うんですけども、電子タバコなんですけども、うん、わ、切らした買いに行くのめんどくさいなとか思ってたんですよね。ほんなら、俺いつも、あの、おかんの写真立ての前に、えー、タバコをお供えしてるんですよ。うん、そのね <laughs> お、お供えしてるおかんのタバコをね、 えー、おかん、ちょっと一本ちょうだいな、言うて、ね、<laughs> あの、もう、お供え物タバコまで手出すかっていうぐらいね、えー、ちょっと昔のね、母との会話のように、お写真のおかん見ながら、おかん、ちょっと一本ちょうだいって言ってね、えー、拝借しましたけどもね、えー、そんな感じで、昨日は母の命日でしたね、うん。はい。 えーね、そんなんもありましてね、うん、<coughs> はい、えー、お便り、えー、先週、わざわざね、来てくれました、南海高野線さんからいただいてます、ありがとうございます。ジ、えー、ジャックささんんお疲れ様でです先週はラジキシさんで ジャックさんにお会いできて光栄でした。ライブの放送を目の前で、えー、観覧しいつも聞いているラジオの裏舞台に迷い込んだようで大変貴重な時が過ごせました。なんだか自分の家の居間にいるような心地よい場所でした。えー、また、えー、帰国の際は寄らせてもらいますね。 今日も会社帰り、YouTube で最新版が聞けるといいなぁということで、ありがとうございます。ね、先週、あんなにももう間近でお会いして、えー、お話しさせてもらった方が、もう海を越えて、空を越えて、オランダの、ねええー、もう普通の日常を過ごしてるのかと思うと、なんか、すごいなぁと思いますね。 うんもうと遠いところでもうねいつもの日常になってはるんですねありがとうございますまたぜひぜひあのー、ねあの本当に帰国された時にはラジオ岸和田お寄りくださいということですはいどうもありがとうございましたうんねすごいですよね ええー。あとは次はですね、トントンさんです。ありがとうございます。お疲れ様です。一週間が早く感じます。おっさん化が加速したからでしょうかね。トントンさんもおじってますね。<laughs> 相変わらず仕事の時に過去会を聞いているのですが、過去会で介護士資格の話が出てきましたが、 ジャックさんが介護士の資格を取得されたきっかけは何なのでしょうか。私は昭和60年から64年の年の間に保育士と、えー、社会福祉主治の資格を学校で取りました。昭和64年といえば、えー、平成元年ですね。 えー、平成元年の3月に卒業して4月から介護士の資格を取るクラスができましたあ卒業してからできはったね私たちの世代は旧資格のままで同級生たちは当時、えー、ほぼ資格っていうのがあったんですねで介護の現場に就職していました在学中は実習で 特別養護老人ホームに2度行きましたが、なんだかわ,わからないうちに実習が終わっていた感じです。保育所や養護施設や市役所にも実習で行きました。ほぼも、えー、平成になり保育士と変わりましたが、私は資格を生かす就職をせず、時々ボランティアに行く程度のペーパー保育士の状態です。 今日の16時からの番組でも保育士のことを取り上げていましたね。ジャックさんも資格取得,得にあたり、現場実習に行かれたのでしょうか。今日は岸和田市内に行く。仕事は休みで、自宅のパソコンで番組を聞きます。今夜も番組楽しみにしています。ありがとうございました。うーん。えー、そうですね。あ、ほぼさんとかね。 言ってましたね、あのー、僕の好きなね「メゾン一国」っていうね、えー、漫画があるんですけどもそれで、えー、五代君ね五代くんっていう、えー、主役の男の子がホフ、えー、さん大学卒業してからホフさんになる言うてねホぼさんじゃなしに男,男がこの職業をついたら ホフさんになんねやって思ってましたけども、今はね、もうそういうほぼとかホフとかじゃなしに保育士って言いますよね。うん。えー、そうか、ね。そうですね。えー、資格、なんで、ね、取った、あのー、ね、 えー、介護士、友達がね、介護士が多くて、そうです、なんか資格取りたかったんですね。あと、まあね、後付けですけどね、なんかねあの、当時僕はホームレスのおじさんたちと、すごく仲が良くてね、えー、西成の三角公園がこんなに YouTuber とかであふれる帰る前で、 そないそない、飲み屋はあったけども、その、まあ、うたらね、ね、あの、酒飲みのおっさんと、あと、ね、三角公園っていうところには、ホームレスの方がたくさんいましてね、そこで、結構、顔見知り多かったんですよ、俺。で <laughs> うんで、その人たちがね、ほんまにいなくなってね、どこに行ったんやろう、うたら、あの、 案外ね、やっぱりねとホームレスのおじさんとかってね普通に喋ってる時よりね、あのー、年齢がねやっぱり実は年取ってるんですよねすごいねああもうあの人もう何歳なんよえそんな年なんていうぐらい老けて見えるんですよねちょっとねで、で、えー、そういう福祉のお世話になった瞬間に えー、もう施設とかに入りはってね、あめっちゃ仲良いしてたおっさんとかがあ施設に入ったんやな。で、ほんまに一人二人、まあ生きてくれてることが嬉しいんですけども、もう会えなくなったんですよね。んで、えー、何やろうな、その、ちょっとそういう施設っていうのにも興味があったんです、当時ね。で、あのー、 うん、で、介護士の資格、進友達に勧められて取りましたね。うん。で、えー、行きましたよ。あの、で、今、えー、ヘル、当時、今は言い方ちゃうんでしょうね。僕が取った時は、えー、ヘルパー2級っていう、まだ呼んでましたね。でヘルパー2級を取って、で、そっから、今から、 もうコロナ前やから、5年前ぐらいかな。そんななれへんか。4年ぐらい前か。2位は、えー、介護福祉士の方を取りましたね。うん、えー、ヘルパニー2級の時は実習ありましたよ。うん。あの、大阪のね、ミノの方のね、えらいなんか、えー、その班に分かれて、ほんで、 えーまあ、その大阪市内、いろいろこう近場がええなあとか言ってたんですよね、えー、弁天町とかね、あの辺とかあ、ね、近いなあとか,なんか言うとったんですけど、たまたま僕らが割り当てられたんが、箕のでむちゃ遠いやんとか言ってね、言いながらも、えー、その班で行きましたね、うん、でそのみのの、えー、特別養護老人ホームで、えー、実習ですよね。 えー、もう名前もね、もうあれ10年ほど前なんで、もう取ったんか、ヘルパーに今を取ったんがそれぐらいなんで、名前ももう忘れましたけど、ある利用者さんがね、えーまあ、当時、も当時も古いんですけど、10年前で、まだその施設にカセットテープやったかな、あちゃうな、CD やな、CD があって、で、あのー、 ねえ「春ころの」いてあれなんですか,滝太郎ですかちょっとわからないですけど、えーね、えあの山田耕作ちょっと出てこないけどあの歌をずっとねあの CD がねそれの歌を流すんですけど音飛びするんですよね。はー るおおピュッって飛んで、あみたいな,な、なんかね、ちょっとね、音飛びするやつだったんですよね。でもそれを何回も何回も再生ボタンを押す利用者さんがおって、しまいにその CD が書かれへんから言って、自分でずっとね、歌ってる利用者さんがいましたね。ある。んで、その人はね、あの、すっごいその、なんていうんですか、あの、 ちょっと荒い感じの、うん、ちょっとなんかうわーってわめき散らす利用者さんやったんですよね多動って言うんですかねわーってわめき散らしたりなんかあ,あちこちうわーってなんか,かまってくれみたいな感じでうわーってこう行く人やったんですけど。 あのー、その CD「はーるーこ」って「あら」のって CD を流した瞬間音飛びしててもね流した瞬間にピタッとおとなしくなってね「あのー、はーるーこ」っておとなしくなって自分で歌いだすんですよねそうそうだからだからちょっとまたうわーって上めいたらその 「春頃の」言うね CD をよくかけてましたねうんそんな思い出がありますねうん <coughs> でだから今から10年前やからもうさすがにさすがにいつだらそんな言い方おかしいけど うん、まあ、ま、そりゃ生きてはったら嬉しいですけどまだね大正大正ですって私は大正生まれやからね言うてね、えー、あの喋ってくれたおばあちゃんとかいましたね。うん、はい、えー、さあ、えー、トントンさんありがとうございますということですね。 はい、えー、そうですねちょっとコーヒーを飲むかな、えー、これは「世界一のバリスタ監修」えー「包まれる香り」えー「大道のコーヒー」ですね、えー、ちょっと飲みますね美味しそううん、うん 僕結構甘いの好きなんですけどね、コーヒーだけはブラックでしかの、まあ、たまーに、ほんまにたまーに甘いコーヒー飲むんですけど、ブラックしか飲めないんですよね。うん。美味しいです。はい。喉もうるおったところで。えー、今週はですね、えー、あのー、まあ、鼻毛のおばちゃんがね、えー、 まあ石垣島前行ったじゃないですか。花毛のおばちゃんと、あの、おばばはずっとね。で、行った。で、その時、あれが1ヶ月前でしょ。なあえー、まあ、どこから言おうかなっていう話なんですけども、まあ、山田ジャック自体がね、あの、まあ、しょうもないんですよ、俺って。あの、うんまにね、 ほんまになんかね、あのー、ワイワイ、ワイワイすんのが苦手なんですよね。うん。もう、三人以上ぐらい人がおったら、もうちょっと苦手になるみたいなね。喋らなくなるみたいなね。もうちょっとめんどくさいやつなんですよ。こうやってラジオで一人で気ままに喋ったり、あと舞台の上とかね、いろんな何人もか、え なんていうんですかね、絡むとか、そういう舞台とか、こういうラジオとかやったらこうやってね、今もこうやって陽気に喋ってるでしょこの52歳のおっさんは。陽気に喋れるんですよ。ほんで、えー、初めての人も舞台やったら、えー、なバーっと突っ込んでとかね、笑いに持って行ったりとか、なんとか努力したりするんですけど、努力というかもう自然にそれはできるんですよ。そうやのに、ほんまね、 一歩、一歩こう何て言う,うんですかね、もう普通、舞台とか、こういうラジオとかね、じゃなくなったら、もうね、あのもう嫌なんですよ、<laughs> あのもうあの、これネクラっていうんですかね、昔で言うたら、そのこんなこうやって喋ってるのが嘘のようにね、あおとなしいんですよ、もう。 こんなよ言う恥ずかしいけど。で、もうたタイ、だから俺とプライベートでも、俺とタイ一人とかもそうやな、もう一人、3人ぐらいの時ねしかも慣れた人とかやったら、好きな人とかね、そういう人やったらもう、全然嬉しくて、ずっと折れるんですけども。 あのこうし、うん、まあ単純に、まあ、人見知りっていう恥ずかしいやつなんでしょうかねほんま苦手でしてでで花毛のおばちゃんとヒトヒトさんがね、えー、まあまああんまりなんていうかなあのそういうどういうのこうアウトドアっていうのそういう外にあまり行かない俺をあの 良かれと思って誘ってくれ,とったくれるんですよよくね。であのねえでこの前も石垣島もねもう飛行機怖いあともう遠いとかもう散々文句言うて行った行ったで楽しかったんですけどもでその時にその時に今度帰ってきた帰ってくるあれ電車の中やったかななんかの時に今度1ヶ月後。 5月何日かに、あれはね、ちょっと、あの、行くで、言うて。ご飯食べに、言うて。なんか言うてたない言うのはあるんですよね。で、そっから1ヶ月経ち、経ったんやわ。俺、うる覚えやったから。ほな何月で、5月20日やってんけど、5月20日、覚えてるかって言われておなんん、思い出したらなんとなく覚えてるって言って。 でも大がもうね、そのデブショーの、デブのくせにデブショーなんでしょうね。うーんああ、覚えてるよ、なんかどっか行く、ってたなー、言うて、で、迎えに来て、おばちゃんとね、えー、三国ヶ丘い駅まで行って、そこまでわざわざ、一人々さんが迎えに来てくれて、乗って。 <laughs> だから、どこ行くんか言うてくれへんねん、俺に。あの言うたら俺、俺がまたダダこねて、行けへんとかって言うかな、思ったんがしたけど、うまいことね、どこ行くんどこ行くんって言って、だか,らだから、拉致られたみたいな感じで、どこ行くんって言って、ほんなのアジトや。で、アジトって何やねん、アジトって言うて。で、当日まで言う教えてくれへんかったアジトや。 ジトって大変やねんで、であの車乗ってね、ぶわーって行ってたんですよ。で、まあまあ、ご飯食べるんねやろなぐらいは分かってますよどこ。どこ行くんこれって、境からね。ほんな、ほんなまあまあ、徐々に徐々に明らかになるのが、たんのはや、えー、たん遠いな、また。水 あ三崎町って言ったらおかしいけどね、和歌山の手前やんって、うんあれちゃんとよ、ちゃんとうまい、もう花毛のおばちゃんもね、えー、の人々さんもね、もう俺のこと分かってくれてるって言ったらおかしいけど、絶対最初言われたら、俺絶対嫌や言ってね、行けへんのですよ。でもうまいことね、あのー、乗ってから、車に乗ってから教えられて。 寝 <laughs> たんのは、いって、連れて行って、もらって。でで、まあね、女子会でしょな、もう、な、い、すごいな、1ヶ月前から予約せな、入られへんっていうようなね、あれ何もう超オシャレなね、イタリアンであ、どこ行くんだアジトやって言うとったんが、わかったわ。あの、 いいたらその店の店名前がアジトっていうねで「あーこれか」っアジトアジト」言ってたんはまたそれがおしゃれやねん。で1か月ぐらい前から予約せなあかんねんてでそこ連れて行ってもらって。でまあもう海岸ですよほ,ほね。あれ何あの90年代とかにさあの浅野篤子とかその優子の抱きしめたいっていう。 ドラマあったやんあんな感じのさなんかオーシャンビューなさあのー、海岸にあるレストラン白いねえー、ロッジみたいな壁でさでそこでなんかおいもういゃれてんで、まあ、和歌山近いっていうのもあってかピザピザもすごいであのー、なんやしらすのねしらすと のこんなシャレオつなん普段頼めへんわあいうのが出てきてねあと桜えびとタケノコやったかな,なんかの,あのピザですて出てきてであとバジルのなんやバジルの、えーね、パ,パスタ的なやつちょっと平打ち麺みたいなやつな言い方ちゃうやろなあれなん,かなんとか言うね それも出てきて。また、むちゃくちゃうまいね。おいしいね。これ。いや、このしらすのピザ、これうまいな。ちょっと、あの、塩加減きいうまーって。なんか、だから、ほら、あの、イタリアンでさ、アンチョビってさ、入れるやん。あの、イワシのね、あの、なんか、腐ったようなやつ、違う。イワシのちょっと、あの、塩辛いやつ。あんな感じでね、なんかちょっとそういう、 ちょっと塩気ある魚合うんやろな、ピザにな。めっちゃそのシラスのピザが美味しかった。いや、うまー思って食べて。ねえう。めっちゃ俺ご機嫌やんか。うん。だからめんどくさいんですよ。いやいや、出かけんの。いやいや、言ってて、行ったら行ったで楽しんでね、嬉しい。まあ、それは美味しいもん食べて嬉しいでしょなもう、もう食べるもん食べたし、美味しかったし、綺麗なと,とこも、景色も見れて、もう帰ったらええやん、もうね。 だおおもう女子会、おばちゃんも人々さんもあの出かけるの好きやからで2人仲いいからもう浮かれてもうて、えー、なんか自社仏閣とかそういうとこ行くの好きやん女子とか女子いう年代ちゃうけど <laughs>、まあ、あえて女子言いますけど次どこ行くって、えー、次なもうお腹いっぱいになったから俺ゴロンとしたいからもう帰りたいは思ってたのに。 え、な、こ、じ、神社、こっから一番近い神社ってなあ、あんねえ。淡島神社言うねえ。それあれやん、あ島神社って、あれ怖いとこやん、あの髪の毛伸びる人形とかいっぱい祀ってるとこやん、言うて。もう嫌や,いや <laughs> も俺怖がりやから、絶対嫌やで、絶対嫌言うて、また俺がもう、だなこねて、いけへん、嫌や,いや言うて。 でええー、やもうここまで来てんが近いやし、怖ないわ、そんな言て、おばちゃんとまたガーッと言い合いになって、もうそんな、うん、そんなとこばっかり連れていくおもろ、怖い言うてんねんから、あれやん、行けへんもう、もう一人で弟子乗って帰るとか言うとって、もう、な、言うたら言うただけでな、もう、だからもうすっきりすんねやろな、俺も。もう1分か2分後に、 行こっか <laughs> どんだけめんどくさいね俺、ほんま、自分で。お,おじってるわ、お,おじお、おじいとかそんなんやろ、大体な、自分がおじってきたっていうのが実感するわ、ほんま。ほんなら、行こっか、もう行こう行こう、言うて、で、行って。まあ、昼間やからね、あの当たり前やけど、昼間やから、まあ、そんな怖いのもちょっと半減ね。 なもうおばちゃんってあの人、すごい、まあ、アホやな、パ <laughs> ワーあるっつったおかしいけど、もう髪の毛伸びる人形とかあん,、ね、あ,んあんねんで、おばちゃんが髪の毛伸びるからその人形欲しい、言うて、ね、<laughs> なんでやねん、ば当たるわ、言うて、うん、呪われるわ、それなんかあのその神社の神、ね、主さんみたいなのに交渉してもらいたいとか言うから、いや絶対やや、やめてや、言うて、ね、そんなのとかあって。 あと、ぶわーっと。なんや、あのー、もう、その何、なんまあ言うたら、市松人形とかね、俺が怖がってるのは市松人形、あれ、あれなんか怖いやん。うん、ね。で、粟島人形って、こう、全国の人形という人形を、なんかこう、祭るって言ったおかしいけど、供養するっていうんだな、そういうやつやから。うんで だからすごいよ、あのー、なんていうの、ああいう、ほらほら、なんか、家の玄関とかによう、たぬきとか置いてるやん。ねああいうのとか、なんであれ、がら焼き、焼きじゃない、まあ、それもあるやろうけども、がらきじゃないような家、要は焼き物のたぬきとか、あとなんやあ、家によってはさ、そのー、 福助人形みたいなのあるやん。なんか侍かわいい着物着たおね。やつのなんかお辞儀している福助人形みたいな。あんなんとか、あと、江藤とかあるでしょ。あの、それをモチーフにした龍とか羊やらなんやね。バーっとこう。 猿やら何やらのそういう置物とかもうですか人形を言う人形がむっちゃ祀られてんのよね。うん、でそこでうわーこれ怖いなーとかでもあのもう <laughs> 俺は俺は、まあ、俺が先入観で怖いなーとか思ってみんねんけどおばちゃんとかおもろいでほんまあもうあのあこれあれやなレ,レ,レトロやな <laughs> レトロやなこれ。 タコ売ったらめっちゃタコ売れんで、言うてね <laughs> もう大。その、祭ってやる人形に、これ持って帰ったらえらい値段で、あれやろな、売れるやろな、とかね、そんな、そんなの、怖いわ、言うて、ね、そんなん言うたりとかしながら、まあ、そんなアホな話しながらやから、もう、なんていうかな、まあ楽しくね。えー あれ大体あの心霊とかのね今大体そういう心霊流行ってるやんなんかねあんなんで結構淡島神社の,その人形とかまつわる話になったらなんかその粟島神社のさ、えーあのー、なん写真が写ったりとかさああいう印象操作みたいなのがあったからもうなんかただ単に普通にお人形を祭ってる供養してる神社いうだけやのにさ ねえなんかもうそれだけで怖いみたいなイメージが俺の中でつきすぎててさ、うん、もうなんか、うん、ねえうわほんまに俺ビビりやな思いながらね,、うん、ねえ。言った だかもうね、ねお,お,おばちゃんが、ううううえぇ下品な笑いしてんねん。何かな思ったら、そういう、その、あれ人,人形あれ人形って言うんかななんかもうそういう、要は男性のシンボルとかをまずってるところもあんねんな。あれ、なんでか知らんけど。あのー、な。うん、<laughs> だからそういう、ドーンってそういう、 おお大きいものがあってさ「<laughs> これはカメラで撮られへんけどな見てみ」とか言って「うえヘ <laughs> って笑って<笑>じゃあ「げげんやわ言う、言って言うとってで、ね、そんなんとかあったりとかあまあまあなんやかんやい行ったら行ったでね、えーまあ、楽しんだんですけども、うん、ならね だからもうそれでもう楽しんだやんもう十分お参りもしてもう帰ったらええやん今度こそほんだらさもうもうなんか逆にスイッチ入ってもうたんやろな何、えーあのー、やバーって池下に、ね、なんかあの「友ヶ島」ってあるやん、あのー、なんやね、えー、そう島「友ヶ島フェリー」みたいなん出てる言うて。 それをちらっと見てて、まさかこれ行こうとか言い出せへんやろな、思うとったら、もう、まさかや、もう、おばちゃんが、次あ、これ、友ヶ島行こうや、友ヶ島言うて、あ今度な、言ったら、今からや言なんで今からやねん、もうええやろ言うて、今から行こうや言うて、もう、ってもう、めっちゃ、めっちゃ嫌やわ、思うて。 じゃあね、ね、友ヶ島は多分、多分やで、行ったら行ったら、俺もなんかもう反抗期なんかな、おばちゃんがあそこ行こうや、言うたこと言、嫌いや,いやっていう、なんかもうセンサーが働くねんな、俺もな。うん、で、うん、もうね、まあ親子みたいなもんやから、おかんが言うことに、いやいとりあえず嫌や,いや言っ、言うてる、が緊張みたいな感じやわ。なんで で、なんか、いやいやも帰るって、またそこでもう、<laughs> いいやいか、行こうやって言って、もう、で、もう俺、だからもう、おばあちゃんも言い出したら聞けへんからさ、もう、うわ、もう、友ヶ島かーって思って。 うん、で俺、たまたま去年見てたね、アニメでね、サマータイム・レンダーっていう、うあの今ね、ネットフリックスでもまた見れるんで、面白かったんですよ、そのサマータイム・レンダーっていうアニメーションが。うん、で、それがね、たまたま友ヶ島を舞台、あの舞台にね、繰り広げられるアニメーションやったから、まあ、いったら行ったでな、俺もサマータイム・レンダーの。 あのー、話とかに、いう,いう、なんていうの、聖地巡礼みたいになるから、まあ、それなりにた、楽しいし、こうやってラジオで話すネタもできるんやろうけど、その時はな、その時はなんかもう、もうめんどくさいとか、いややとか、もうなんで、なんでとも昔かしいも,もう、もうその、何、にわし神社で俺、自分の HP 結構使い果たしとってさ、んで、え、もうね、マジか、言うて、で、 もう,もう俺ずっと祈っててもうあのフェリーのねあの時間も今日の便は終わりました今日の便は終わりましたってなれー言うてなでバーッと行ったんやんででなんかおばちゃんが聞きに行っとったわほんだから あの、13分前に今日のラストの便が出ました。<laughs> やったー言うて俺、やったー言うてね、もう、あの、いかんですむーうてね、うん、で、あの、 まあまあ、友ヶ島はいかまだ今度の楽しみに置いとこや、言うてね、うまいこと言うて、俺も、で、いかんで済んだんですけど、今度またですわ、またもうなんか、なんや、小腹減ったな、<laughs> もううせやん、さっきピザ食べたやん、いっぱい。なんか女子会の、なんか、 な、なんかおばあちゃんのもなんか言うねん、その、ジャックとかはな、飯って言ったらな、飯食うやろ。米食うやろ。だからな、お腹がずしーっときてな、もうしばらくいらんねんやろ。私ら、女子はな、あの、パンとか好きやからな、パンとかちょろーって食べるやろ。ピザとか。な、あんなんはな、 腹へんね,んってねだからな、なんもでもない、ちょっとあ置いたらな、食べれんねんってね、またそんなこと言い出して。だからちょっと小腹減ったから、なんか食べたいとか言うて、もう、うわ言って、でまあ、えっ、ー、と、そのね、和歌山方面から酒井に向かう途中に、な,なや、どっかの、えー、ところに、 なもたこ焼き食いたいな、たこ焼きとかもうたこ焼きもういらんわ、とか思いながら、うん、たこ焼き食いたい。どこどこの、えー、フードコートに、ね、イオンかなんかに、えー、銀だこがある、食べに行くや。う銀だことかもいいやん。たこ焼きとか、もせめてたこ焼きいらんわ、と思って。たこ焼きだけはいらんわ、とかになってきて、俺。なんかないかな、なんかないかな、と思ったあそうや、と思って。あの、リンクのアウトレットにね、 あの昔、アメリカ村でね、昔、俺らが高校生ぐらいの時によく行ってた、パンダエキスプレスっていうね、中華料理、中華料理屋さんがあるんですよ、チェーン店やったかな、あれ。パンダエキスプレスって、なんかねあの、えー、よくほら、ハリウッド映画とかで、まあ言うたら、あのー、なんか外国の、チャイナタウンで、あのー、やってる、 だから、ね、映画の中で結構事件とかに巻き込まれたりとかする中華料理屋さん。だから、ね、なんてう中、中国人が本格的にわーって作る中華じゃなしに、そのね、ハリウッド映画とかのチャイナタウンにあるような、なんかアメリカンっぽい中華みたいなね。そんなニュアンスのパンダエキスプレスというのがあるんですよ。 それをがアメリカ村にあったんですけど、それが、えー、潰れて、亡くなってて、もう何十年も経ってたんやけど、それが、アウトリンクのアウトレットにできてるっていうのを知ってたんで、行ってみたいな思ってて、昔ね、あのオレンジチキン言うてね、あのそのチキンをなんかお、お オレンジの甘いやつでちょっとこう似たいかにもなんかアメリカン中華みたいなねそんなやつが無性に食べたくなる時があるんですそれがあまた食べたいなとか思ってでその話をパンダエキスプレスっていうのがリンクにあるでーっつったおばちゃんが「それ行こうそれ行こうそれ行こう,それ行こうやもう <laughs> うっさいなや <laughs> うっさいな思って <laughs> で行こうや」言うてでねえ,えーねええー、あの ね、スパンダエクスプレス行って。うん、で、まあまあそれは行っ,っ,ったら行ったで俺もね、オレンジチキン好きやし、美味しいし、なんかこういういかにもアメリカンチャイナみたいなね、そんなんがあの楽しいし、なんかほら、あのなんていうの、紙、えー、紙ブダえなえー ボールダンボールちゃうなあの、ボール紙とかでの箱とかにわさって入れるようなあるやん、なんかアメリカン中華みたいなね。えー、でそ、そういうのやねん。で、そういうのが、あなんかいかにもやなーって思って、ま、たそれなりに楽しんで、えー、まあ、ね <coughs> まあまあ、お腹いっぱいになって、あのまあ、か帰ってきたわけですけども。 まあねえ、えー、まあそら楽しかったですよ結果楽しいからええねんけどねなんかもうほう <laughs> んまになんかな,あー、うん、なんやなほらまあ、まあまあ、まあ楽しかった。 <laughs> まあ、なんか楽し,、まあ、楽しかったら楽しかったけどな、うん、またそれ、一応ね、なんとなくやけどね、もうおばちゃんが YouTube 撮って言う、撮影しとけ、撮影しとけって言うから、一応ね、今の今喋ったことの話のあれは、あの一応、動画には撮ってあるんで、いつかあの YouTube に上がる可能性もありますんで、えー、ね。 まあまあ上がったらあの時ラジオで喋ってたらあれやなーって思っといてくださいね <coughs> はいえー、まあ、そんなことがありましたねはいえー、6時49分ねえー、映画とかもね最近見たいな思うんですけどね、えー、なかなかそのタイミングほんまタイミングとね 何か、あのー、見たいと思う映画が近所の映画館ではやってなかったりとかするんでね、えーうん、なんか久々に映画とか行って映画の感想とかも喋りたいな思うんですけどね、うんえー、この前あのー、<laughs> またこなだ またおっさんの話しかけた。おっさんの話はええねんもう、まあ、しゃ、あのー、ちょっと印象深いね。あの、今日ウーバーイーツしとって、ウーバーイーツでたまたまピックアップ取りに行ったレストラン、あの、ガストっていうレストランね、取りに行ったんですよね。そこにね、なんかもうちょ、ちょっと顔の怖いおっさんがね、えー、ぐわーっときっきっ、あの、あれなんやろうな、おっ、おっさんって威嚇すんのかな、あれ、おっさんって。 顔の怖いおっさんがさ、なんか、めあ,のあ顎が出てる顔じゃないのに、顎顎突き出してさ、なんか威嚇してんのかな、あれ、ぐわーってあごしゃくれさせてさ、ぐわーって入ってきて、なんか,なんかちょっと嫌やな、いおっ怖いなとか思って、ウーバーのカバンとかちょっとこう避けてね。 えー、そのおっさんの通り道を作ってあげてそのおっさんグワーッと顎を突き出し,出しながら入ってきてウエイトレスさんに「何名様ですか?」って言われたら「一人!」<laughs> 意外にも声高いなあ思ってね <laughs> ビ,ビジュアルと声のトーンをうてないな思思てねちょっと笑うてもうたんですけど一回つーく入ってきて顎をしゃくれさせて入ってきて。 何名様ですかって言ったら、一人いいね。なんか、すんごい、<laughs> この、このバランスがすごく俺、ちょっと、ちょっと吹き出しそうになり,なりましたけどね。一、え、人、ー、一人やのに、そんな威嚇してくんのか思いながらね、一、え、人、ー、やからこそなんかな、わからへんけど、そんな、えー、おっさんを見ましたね。うん。はい。そうね。あと、 うんまあ僕ねおっさん僕もお,おっさんですけどおじってますけどもあのうわーってあんまりねあのそういういレストランとかそういうい飲食店でね、えー、なんかたまに言いますよ、ね、来んの遅いやないかーみたいな感じで怒鳴、うん、ってるおっさんとかねこれこんなん頼んでへんやないかーとかああいうのが俺嫌でね。 えーま、俺,俺は言わないでおこうって思ってるんですけどその逆にね言わなすぎるのもんあれやな思ったんが、ま、俺、店の名前言いそうになったなある中華料理屋さんに言わんほうがいいなあある中華みんなが好きな餃子が大好きな中華料理屋さんに行ってだから餃子が美味しいでしょあそこね。 餃餃子子はもうう大好物もうあそこの餃子うまいわでもなかなかラーメンを頼まないんですよね。ででもそあそこのあのチェーン店のラーメンもあの別にラーメンでガーンと押してるラーメン食べるんやったらその街の、ね、ラーメン屋さんに行くじゃないですか。でもたまたま時々ねラーメン食べたくなる時あるんですよ。ほんならほんまにね あそこのラーメンってままちちですよねあの美味しいとこもあれ,あればあのえー、っていうラーメンのところもある店店で結構味ちゃうって言いますもんねあれあそこねうん。でたまたまちょっと前にね僕難波のところにあるそこに行ったんですよね。 僕の偏見ですけどそのラーメン屋さんのラーメン言うたらもうなんやかまどでぐわーって煮込んでなんかもうスープを作ってなんやー言うてやるでしょだけどあそこのラーメン出してるラーメンっていうのはなんか僕のちゃうかったらほんまごめんなさいやねんけどどっちか言ったらスーパーで売ってる生麺タイプの,あの作り方なんちゃうのってうっすら作ってるとこは知らんけどみたいな。 感じなんですよ俺か,俺からしたらなんかこう、うん、あのだなんかなんにゅるーって出してね味付いてるやつをほんでお,お湯で溶かして麺入れてあねそのグーちょこちょこっとこうグー入れて出来上がりみたいなでもそれはそれでおいしいんですけどでもねあのこの前その何で食べたやつがね あの味がなかったんだよ美味しくないんじゃないまずーとかじゃないんですよまずくはないんですよまずいんじゃなくて味ないっていうね <laughs> これ味ないぞこれって思ってねあれ味あれへんやんけーっ言うて怒りそうなおっさんとかおりそうやけど、まあ、俺はだんだん回ってそのあれ味 <laughs> 味のやつ入れ忘れたんかなって考えながら。 むっちゃ味ないラーメン食べましたけどね。うん。ねあんなあ、あんねんなと思って。えー、まあまあ、そんな感じです。今週は。はい。来週も、えー、生放送です。はい。えー、もう、え、来週が、まだ、まだ一応5月は5月やねんな、来週もね。はい。 6月ってね、僕、自分が誕生日好きなんですけども、53になる、うわーっていうのもあるんですけども、えー、も6月で梅雨とか雨の時期じゃないですか、だから僕はほんまに雨男なんでね、えーまあ、6月10日、イベントあります、えー、もうあの味噌のがねあの、レジャービル、味噌のがなくなるらしいんですよね、今年いっぱいで。 そのみそので開催している「不思議なピーチパイ」、19時スタートです。皆さんね、予定、今からでも明けて、もうね、えーの、みそのビルを楽しむという意味でも、僕のね、えー「不思議なピーチパイ」というイベントに来てください。6月10日、えー、19時スタートです。もちろん、花毛のおばあちゃんも出ますし、僕も出ますし、はい、えー、お越しくださいということで。 はい。えー、味噌のビルの話もまたね、えーうん、来週、ゆっくりしたいと思います。はい。それでは、えー、お相手は山田ジャックでした。皆さん、お疲れ様でした。生きてあいましょう。